世界選手権でゆかで金メダルを取りました。この人は、ウズベック共和国のタシケントというところから出ております。まだ16歳です。コーチの話によりますと大変脚力があるということを言っておりました。そして演技に勇気があるとこうも言っております。さてその素晴らしいタンブリングをご覧いただきましょう。おー、伸身のダブル、はい、男子顔負けですね。2回ひねりから後転跳びのジャンプの連続です。女子はタンブリングは3本のシリーズでいいんですけれども、この選手は4本のシリーズを入れておりますので。曲はロシーニのウィリアム・テルです。間合いを取りましたですね。これはムーンサルト。普通は抱え込む選手が多いんですけれども、はい、抱え込まずに行ってますので非常に難しいですね。最後のシリーズです。屈伸の2回宙返り。やっぱり素晴らしいですね、タンブリングが ね、いい出来だったと思います。さすがゆかのゴールドメダリストという感じがいたします。チュソービチナ選手であります。先ほども間があるとおっしゃいましたけれども、少し動きの面でまだまだ表現力がありませんので、これからそういったところが課題になると思います。なお先ほどのミロソビチ選手の得点は 9.737 でした。9.737 でスタートをしております。